どうもお疲れ様です。11月28日朝6時の相場解説になります。基本的に今日はね、戻り売りを狙うタイミングかなと思います。ご覧のように今下落トレンドに入ってしまったと思える展開ですね。ずっと上昇できていたものが、この移動平均線を見てもわかるように絡んで下の方に向かっておりますね。で、ローソク足も陽線よりも陰線の方が多くなっております。ここからは円安の方向から円高の方向に一時的に戻るものだと思われております。はい、それで4時間の方を見るんですけども、4時間の方にはすでに昨日のトライアングルが下に抜けたことがもう見て取れますね。下に抜けたところから N 字を書いて、どんどん下にとなっているところでございます。で、1時間になってくると、今度はこれはですね、戻り売りのタイミングを見て取れるように、一つは移動平均線に当たると下の方に下がっていくと。で、移動平均線からの乖離が起きれば、今度は逆に移動平均線に近づいていくという性質が現れてきます。で、今度はこの移動平均線に近づいたところで、どこで戻り売りのクライマックスになるか、そして下に向かうのかってことを見ていくだけになりますね。で、一つの見方としては移動平均線に絡むまでじっと待っていること。で、もう一つはですね、15分とか見れば顕著なんですけども、陰線に変わっていきますよ、陽線の束が。で、上髭が出たらもっと分かりやすいですよね。今日はそういったところを見て、セルで入るタイミングを探していこうと思います。今ほら、戻り売りの、これからタイミングが来ようとしてますからね。それは次の1時間かもしれないし、数時間後かもしれません。このね、陽線の長さにもよりますけども、このペースだったら陽線ってそんなにね、大きく出ないと思いますので、ここはちょっと大きく出てますけどもね。だからそうですね。一旦9時ぐらいに見に来ようかなっていうところですね。ちょうどだから3時間ごとに見に来れば、いいチャンスがつかめそうですけどね。はい。今日も頑張っていきましょう。セルで多分取れるんじゃないかなと思います。